はちみつを作っていきましょう。頑張れ頑張れくる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 してかわいい。よいしょよいしょ、頑張れ頑張れ、みんなで頑張れ。イエーイ、来たかったんで。あー、虫虫来た、雲だって、雲。あ、頑張れ、うちの子頑張れ。危ない、来ないで来ないで、待って、うちの子みんなどこ行った、ちょっと待って。おい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 、やっほー、サッチーだよ。今日もロブロックスで遊んでいきたいと思います。今日遊ぶゲームはこちら、ビースウォームシュミレーター。結構人気なゲームなので、やったことがある方もいるかな。コメントでね、このゲームについて面白いですよと教えてくれた方がいたので、今日はねこのゲームで遊んでいきたいと思います。まずね、最初このね壁にね蜂の巣があるんですけど、この蜂の巣にね卵をセットしてくださいって書いてあるんで、まずやっていきましょう。全くやったことがないのでね、ちょっと本当にスタート、一からのスタートです。ベーシックな卵を選んで、あ、なるほどね、色がついてるところに置くと、ポチッ、孵化する、イエス。ベーシック蜂を発見。普通の蜂、バランスの取れた働き者。このゲームはね、こうやって蜂さんを孵化させて、まあ、一緒にこうお花畑に行って蜂蜜を集めて、で道具のアップグレードとかをねして、なんかね頂上があるらしいんで、そこを目指して頑張ってってチュートリアルには書いてありました。お、そうこう言っているうちにカバンがマックスになりました。じゃあ一旦戻って蜂蜜を作っていきましょう。蜂蜜はこのボタンだね。蜂蜜作りを蜂さんにお願いすると、おー、すごいくる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 してかわいい。頑張れ頑張れ袋からね蜂蜜取り出して、こうやって蜂さんが蜂蜜を作ってくれます。すごい作ってくれてる、ありがとうイエーイ、センキュー、助かったでじゃあね、もっともっと蜂蜜集めていこっかな。で、蜂さんをもうちょっと増やしたいんですけど、一応ここにね蜂さんが買えるショップがあるんですが、まだね1000個必要みたいで買えません。そんな余裕はないので、もうちょっと蜂蜜を集めたいね。なんか多分すごいレベルの人たちがいっぱいいるんだろうけどいろんな蜂がねひょ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 ってこうやって飛んでってんだよね。すごい、見てるだけでも結構面白い。あ、袋がいっぱいだ。蜂蜜作ってくるん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 イエーイ、できたぜ。よしよし、いい感じで溜まってきてますね。あれ、なんか画面の向こうにクマさんがいるね。おーいって手振ってる。ちょっと行ってみましょう。はい、クマさん、ブラックベアさん。やっほー、僕はブラックベア。君はいい蜂蜜作り職人になれそうだね。くしくも僕は蜂蜜通と言われていてね。蜂蜜のことなら詳しいよ。それにこのトレーニングをやり遂げたら、すぐに大量の蜂蜜を作れるようになる。あ、マジで？はじめに、ひまわり畑から花粉を100個集めよう。ひまわり畑から花粉を100個集めるというクエストをもらいました。ひまわり畑が確か これだね。今回はひまわり畑、ひまわりが咲いている畑の方にやってきて、蜂蜜を100個だったっけ、集めましょう。ん？ブラックベアの準備完了。おー、ほんとだ、いっぱい集まったので、ブラックベアさんとこ戻りましょう。グッジョブ、これは俺だよ。新しいクエストの準備ができたらまた話しかけて。あー、すごい、蜂蜜200もらった。え、うまっ。え、ちょっと待って、これクエストガンガンやってった方がいいね。というわけで、もっとやっていきましょう。田んぼ畑で花粉を集めてみない？ 250 で十分だ。結構請求してきたな。じゃあちょっとタンポポ畑にね移動して蜂蜜を集めていきましょう。250だってね。ちょっとしばらく頑張って集めなきゃ。よいしょ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 、頑張れ頑張れ、みんなで頑張れみんなって言ってもまだね一人しかいないんだけどね早くお友達増やしてあげたいな。うん、クエストが達成できました。さあ、ブラックベアさんのところに戻りましょう。蜂蜜250集めてきたよ。
新しいクエストの準備ができたらまた話しかけて。というわけで報酬400ハチミツもらいました。楽勝楽勝。クエストをねいろいろ達成したので早速ねこのハチさんの卵のガチャガチャやっていきたいと思います。今気づいたんだけど画面の奥に七不思議みたいななんか気持ち悪い虫がすごい踊ってる。なんだあれ、めちゃくちゃ気になる。なんだろうとまあちょっと置いといて、さあ待ってました、二人目のハチさんをガチャガチャでゲットしたいと思います。これでいいのかな、今ので変えたのかしら。早速自分の巣に戻って、これかな、卵マークを押して、ああるある、これを孵化させますと。いくよー、ポチッ。おー、ライリーバチだって、なんかかっこよ。ハチのリーダー、バコウバチとは長年のライバル関係にある飛び抜けた情熱ぶりでみんなのリーダーとなったって、かっけえ一番新人のくせにまさかの巣の形もなんかめっちゃかっこいいんだけどすごい強そうなのが手に入ったぞ。じゃあ早速ねこの2匹でちょっと蜂蜜を作ってもらおう。さあ頑張って、あすごい、新しい子めちゃくちゃ頑張ってくれる、ライリーバチだって。へえ、じゃあちょっとライリーバチと普通のベーシックハチさんみんなでね花粉をどんどん集めていくよ。よいしょよいしょ、頑張れ頑張れ、みんなで頑張れ。うわやば、お隣さんの蜂蜜作りすごい量だね。あ、なんかすげえなレベルが高くなるとあんなことになっちゃうんだ、面白い。リュックの桁も全然違うしね。はあ、プロの方はすごい世界観だななんかまだちょっと容量得てなくてわからないことが多いけど楽しいぞ。可愛いしね、なんたってハチさんが可愛い。くるんくるんくるん、よし、クマさんのねクエストを結構クリアしてこのシルバーの卵をゲットすることができました。レアかエピックレジェンダリーミシックのハチが孵化するよということでね、レアなハチが出てくるっぽいので早速孵化させていきたいと思います。さあどうかなどうかな、って行くよ、こいこい、レアのやつこい、えい、ハンコバチレア、あんまレアそうじゃないな指図されることを嫌う石頭のハチ、他のハチに行く先を指示するあんまりレアじゃなさそうですね、残念。でもね実はいろんなアイテムが出てきた時にこのロイヤルゼリーっていうのをゲットしてまして、これ何がよく分からなかったんですけど、見るとハチをねランダムなレアに変身させることができるアイテムみたいなんですよ。早速ね私今この普通のハチがね3匹いる状態なんですけど、この子たちに使って本当に変身するかどうかを試していきたいと思います。せーの、ダーン、ダーン、お、ボンバーバチとても器用なハチで近くの全ての花から花粉を集める爆弾を作ることができる、え、面白そう。ちょっと待って、どんなやつなのかちょっと見に行ってみたい。早速見てみましょう。さあ頑張りみんな私もね装備いっぱい変身したさせたからね、見てこの磁石めちゃすごくない、楽しみだな、どんなやつなのかちょっと見てみたいんだけど、追っかける、おおお、来たんじゃない来たんじゃない来た、行くよ行くよ、おお爆発した本当に、すごいね。蜂の数も増えたのでエリアを先に進めることにできました、イエーイみんな喜んでる、かわいいここですね、5匹以上持ってると進めるエリアなので早速入っていこう、イエーイ、来たかったんだ、あー虫虫来た、クモだって、キモ、あ頑張れうちの子頑張れ、やばい強いよ、 HP100 だよ、頑張って頑張って、めちゃくちゃさ私狙ってくるんだけどこれプレイヤーはやめてくれ、プレイヤーはね攻撃できないからね、ひたすら
逃げるしかないらしくてもう蜂さんに頼み頑張ってもらうっていう。危ない、来ないで来ないで、待って、うちの子みんなどこ行った、ちょっと待っておい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 疲れて帰っちゃったんじゃないのこれ戻ってきたらみんなねんねしてました。あーかわいいね戦ってたら疲れちゃったんだねしゃあまたやってきたぜクモ、今回はどうだ、いてっ、やばい、結構強めじゃね強くない、痛い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 、5回ぐらい当たったら死にそうなんだけどいやー待って、2個目が出てきた、これダメだ、あっちの人を狙ってるのか、え倒してってくれ倒してってくれ倒してってくれ、いて、やばい、これやばいぞ、あよかった、ギリ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 いけた、ありがとう、泣いてる、頑張ったねお利口さんだね、私もよしよししてあげたい、いやーリベンジも果たせてね、よかったよかった、これで安全に蜂蜜集めができるね、じゃあ最後にね、たくさん増えた蜂さんに蜂蜜作ってもらおうかな、いくよー、えい、みんなよろしく、おー来たー、これが見たくてめちゃくちゃ頑張ってたいいねー、うにょ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 みんなが一斉にね蜂蜜作る姿はね、さすがに圧巻ですね最後までご視聴いただきありがとうございました。他にもロブロックスの動画を上げているので、ぜひ見てください。それではサッチーでした、またね、動画を見てくれてありがとう、じゃあね。